皆様こんにちは。二階議員候補の上原正弘、上原正弘でございます。こちら音が大変よく響きますね。二階議員候補上原正弘、リモートワークでご自宅で働いていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。少し控えれないトーンでお話しさせていただきたいと思います。市議会議員候補の上原正弘、自由民主党の公認の44歳2期目の挑戦でございます。今この道、中之島のこの通りですね、ずっと行くと中之島商店会さんがいらっしゃって、お店があって、口淵の交差点に向かいます。口淵の交差点、府中県道にとっては非常に渋滞ポイントになっている。皆様もこの通りをお使いになってて、いつも渋滞で出れない、なんだこの交差点とおっしゃってるんじゃないでしょうか。この道を克服するという話ではないんです。府中県道、これはこの川崎市の背骨ですよね。府中市から見たら川崎街道と呼ばれている。川崎市の背骨の弱さ、このお話なんです。稲城市から入って矢野口ですよね。矢野口交差点から京王稲田に南口、京王稲田に南口から深園交差点、そして新たにできたアンカーフロンタウン一田さんです。アンカーフロンタウン一田さん、私のね、娘、まだ2歳なんですけど、2歳の娘連れてったら大喜びですよ。とってもいい公園できてる。コインランドリーもある。栄養管理もできる。そして何よりも世界に羽ばたく選手を育成できる地元の子供たちです。アンカーフロンタウン行ったらとっても素晴らしい施設ではあるんですが、素晴らしい施設ができちゃえばできちゃうほど混んじゃうかもしれない。実際今はイベント、大きなイベントとかまだやってないのでそうでもないんですけど、裏側行ってみてください。アンカーフロンターン行ったの南側、選手の育成所があります。そこに100人200人の選手、あるいはその保護者さんたちがいらっしゃいます。その方々が集まるわけですから、それは渋滞する可能性があるよ。こんにちは。というわけです。この道をちゃんと利用できるようにする、これは交通結節点の考え方です。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。口淵の交差点が本当に自由に使えるようになる、これは大事な話です。府中県道の拡幅やりましょう。みんなで話し合いましょう。どんだけ必要か考えていきましょう。川崎市、まだそんなにちゃんと調査はやってない。フロンタウン一家できたって別に 10%、5% ぐらいしか変わらないよ。そんな話してます。とんでもない。今時点で府中県道は混んでます。このまま進んで浜系前、稲尾橋、全部混んでますよね。混んでるんです。なぜなら広域交通であること、もう一つ人口が増えてるんです。設計した段階と今では人口が違うんで、今に合わせた、もしくは未来に合わせた交通量に、この設計にしなきゃいけないわけです。府中県道の弱さ、これが私たち地元の人間の交通の妨げになっているわけです。私これ何とかしたい。市議会議員候補上原正弘でございます。中之島地域、大きな水路が通ってます。先日議会でやりました予算委員会です。とある杉江の方の地域で水路の上にカバーがかかって、そこが歩道として利用されるようになりました。ありがとうございます。そんなお話をされてました。本当ですか。それいいですよ。それはもちろん便利になることは構わない。じゃあなんで特定のその地域だけできるようになるんですか。議会の中で聞きました。驚きました。なんで、川崎市の答え、ルールはありません、要望があったからです。あ、そうですかと。じゃあ要望出せば全部やるんですか。予算の関係でできません。あれ、じゃあなんでここはできたんですか。答えはありません。
それはおかしいでしょう。ここ通りにくい道ありますよね。中之島でも自転車で通れないとことか、車ですれ違うときに避ける場所もないとことかありますよね。ないですか。うん、僕はねここ通るとき、やっぱそこ角曲がって車ですれ違うときとかやっぱり怖いんですよ。あの地域によってはちゃんと塞がされていて、その車が落ちない工夫であったりとか、歩行者が通れる工夫がされているところもあるんです。こんなねルールを作んなきゃいけないんです。これなんでこんなことが起こるのかっていう話です。川崎市できて100年になります。もうすぐ多摩区できて70年くらいです。その30年の差がでかかったわけです。その30年の間に川崎市のそのいわゆる土地とか水路とか、あるいは道路に関するルールっていうのが外形が決まっちゃってたので、多摩区に合わせたルールっていうのがないんです。私が議会でやるまで川崎市水路ってどれくらいあるのか、そんな質問した人いません。私質問してみました。何キロぐらいあると思います？想像つかないですよね。そう、47キロだったと思うんです。はい、全部で47キロで、多摩区の中にそれがどれぐらいあるのか、これです。どうですか。正解は14キロで、その中でもこの中之島菅の地域の中って半分以上が水路が集中してる。だからここの地域特有の話なんですよね。これに対して全くルールが作られてない。これが分かったんです。ああなるほど、川崎市政100周年、多摩市政70周年、この30年の差は一体何だった。私ね川崎区に言われていつも言われるんです。ようこそ川崎へ、ふざけんじゃないよと。僕らだって川崎市ですよね。川崎市なんですよ。なのにようこそ川崎へ、何が操作しているのか、合併するのが30年遅いんですよね。僕らの生活に合わせてルールが作られてなくて、もともとあったルールに合わせてやってるわけだ。失われた30年、あるいは失われた70年とも言えるかもしれません。この多摩区あるいは菅中之島、ここにあったルール作りが必要なんです。ここの実情にあったルールが必要なんです。それに対して川崎市まだ全然調査もあるいは疑問にも思ってない。市の職員さんとっても立派な方多いです。優秀な方多いです。だけど川崎市の職員さんっていうのはその仕事の範囲を踏み出して仕事する、そういう文化は当然ないんです。僕ら議員がやんなきゃいけないんです。もう一度言います。川崎市、その中で多摩区、そして特に中之島から菅にかけて全然違う町なんです。この町に合わせた条例、川崎市の全体が納得する条例を私たちで作らないと全然私たちの生活は良くならない。これに気がつく1期目4年間だったんです。中之島にお住まいの皆さん、皆さんの生活の中で特に水路、この水路を基軸としたこの特徴ですよね。この町の特徴、私にお伝えください。こういうとこ困るんだよね。水路蓋がガタガタ鳴るよ。水路蓋の横に何でか知んないけどちっちゃなブロックがいっぱいついてるよ。ここ通れないよね。ここだけ何でか知んないけどカバーがされてないんだけど、ここ通れないの。たくさんお寄せください。たくさんの声が私の力になって私の政策になります。私は見ただけでこれはこうだよねって決めつけることはないんです。皆さんがどう感じたか、それを集めるのが議員です。私にその声を集めていただきたい。中之島次の問題、地域の課題、私にたくさんたくさんお寄せください。市議会議員候補の上原正弘、自由民主党公認でございます。2期目の挑戦です。この地域のために一生懸命頑張りたいと思います。この地域の特性、この地域での課題、全部私に、市議会議員候補上原正弘、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。